みんな行くぞー。スポンジボブ、スポンは四角。ということで、今回もですね、スポンジボブ、ザ・コズミックシェイクの続きの方をやっていこうと思います。で、まあ、前回ですね、このお花の仮装をして、ハロウィンの世界みたいなところに迷い込んだわけなんですけれども、このね、緑色のネバネバをたどっていったら、どうやらね、ゲイリーがいるところにたどり着けるみたいなんですよね。早速続きの方やっていきましょう。大量の粘液だ。ゲイリーは怯えてるだろうな。ゲイリーの粘液だけじゃなくて、たくさんのカタツムリが捕まったのかも。あ、なるほどね。かわいこちゃんたち、そんなお菓子だ、お菓子だ、よいしょ。なるほどね、ゲイリーだけじゃないのかもしれないのか。てっきりなんかゲイリーを捕まえた怪物の霊気みたいなことを言ってましたけどね。こっちでいいのか。お、なんだこれ、素晴らしい。え、待って待って、ベロンって、これヘラで飛んでんの、ヘラで滑ってんの。痛そう。痛くないのか、スポンジボブ。ベロン。あ、でも素晴らしい味って言ってるから大丈夫か。よいしょ。あ、うまくジャンプできない。よいしょ。ビヨーン。あ、これもしかして、ジャンプしないで普通に乗ればよかったんだ。よいしょ。よし、続きだ、続き。お、ここに当たったらダメージ食らいそうですね。おっと、ここは敵かな？間違えた。よいしょ。よいしょ。あ、これ爆弾だった。よいしょ。あれ？おっと、よいしょ、おっと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 、よいしょ、よいしょ、おっと、この爆弾投げてくるやつがね、結構めんどくさい。よし、やっつけたかな。で、矢印は向こうに向かっているので、そこへ行けばいいのかな。これは、これまだ行けないのか。よし、こっち地へ行けばいいのかな。よいしょ。またなんかジャンプ台か。よいしょ。お、待って待って待って、なんかあるよ。え、嘘嘘嘘嘘、待って。よいしょ、ちょっと待って、うまく蹴れなかったなこれ。よいしょ、蹴ったはいいけど、でもどこ行けるんだろう。ん、よいしょ、よいしょ。こっち、こっちなんだろう。ショートカットっていうわけじゃなさそうですけどね。よいしょ、よいしょ、もう一丁。おっと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 、で結構入り組んでて難しい。よいしょ、ベロン。すげー、なんだなんだ、またなんか降ってきたぞ。よいしょ。バスの運転手は仮免許証を取ってないと思う。バスの免許証？あ、今なんか降ってきたやつってなんかバスみたいなやつだったのか。よいしょ、こっちでいいのか。よし。お、やった、博物館だ。博物館のところにどうやらね、連れ去られたゲイリーはいるらしいのでね、まあ、連れ去られたのかどうかは行ってみないとわからないんですけれども、よし、入っていこう。で、美術館を探索する。あ、これカタツムリの殻があるぞ。あ、なんか殻がたくさん落ちてるけど、よいしょ。お、またなんか騙して驚かして倒すやつだ。よいしょ、全部倒さなきゃいけないってことかな。よいしょ。それか、これでいいの。よいしょ、あ、ダメか。よいしょ、やっぱ倒さなきゃダメっぽいですねこいつらね。よいしょ、ほら、ブーン。このね、ハロウィンで驚かす合言葉って言ったらブーですよね。で、こっちかな。
しょしょ。待って待って、あれを取り逃したか。届かないか。ここ行けばいいの？見て、モンスターに誘拐されたカタツムリたちだ。見て、ケイリーだ。王様？チリンチリン。キャンディーでございます。カタツムリが見たり中でどうやってケイリーを助けよう。ケイリーが怪物なんだよ。ああ。子供が大きくなるのは早いよね。そういうこと？大量のチョコバーでシュガーハイになってるんだよ。これじゃ連れて帰れない。チョコバーを取り上げなくちゃ。シュガーハイ。やってるよ。もうやってるよ。ケイリーを倒す。あ、これバレちゃいけないんだ。で、バレずに近づいていくってこと？どこから近づける？あの真ん中のところに行けばいいのかな。これで向こう向いてる隙にこっちから行けばいいのか。こんな感じかな。で、あのキャンディーをなんか攻撃すればいいのかな。え、これ攻撃できる？よいしょ。お、いけた。なんだなんだ、ゲリー怒ったぞ。これダメージ食らう？ダメージ食らいそうですね。この赤い絨毯のところが分かりづらい。お、これ階段が登れる。で、じゃあ階段のところに行って、あ、また、あれか。ステルスしながら近づいていく、そんなタイプのステージみたいですね、今回はね。よいしょ。次は、あの、この影かな？ここでいいのかな？よいしょ。で、次は、ここだけど、このカタツムリたちにも見つかっちゃダメなんじゃないか？ただ邪魔なだけかなんかな、このカタツムリたち。ジャンプで避けれそうですけどね、カタツムリたちね。あ、ダメだ。ちょっと待って、意外と隙が短いぞ。あ、わかった。カタツムリの、ここに、こんな感じで行けばいいんだ。へぇ、なるほどね。よいしょ。で、あれは？あれは、喧嘩キックで行けばいいんじゃないか？これなんだろう？このジャックオランタンは関係ないのか？待って、間違えた。ボタン間違えた。ん？こっちまではサーチライトが来ない。攻撃するところを、どっかあったかな。まだまだこっち進んでいけばいいんですよね、きっとね。よいしょ。で、よし、またこのカタツムリを伝っていけばいいのかな。やばい、引っかかった引っかかった。待って待って、よし、ここ今だ。よし、これで、はみ出ないように注意しながら、よし、いける！ OK！ で、さらにここも、よいしょ！よいしょ、よいしょ。あ、邪魔だよ。よいしょ。あ、見つかった？大丈夫？このぐらいなら大丈夫なんだ。一瞬見つかっても、大丈夫なんですね。で、これは、これはどう行けばいいんだろう。影。影、影。こいつらの影をうまく使って。よいしょ。あ、痛い。ほら、これでどうだ。よし。ガオー。お、さらにこれで上に行けるようになったぞ。待って待って。よいしょ。いった、ぶつかっちゃった。よいしょ。どんどん行くぜー。だんだん難しくなってくのかな。よいしょ。で、今度はサーチライトが、なるほど、あのベルトコンベアの上を行かないといけないのか。よいしょ。まあ動くカタツムリよりは楽かもしれないけどね。あのパンツ回収したいな。よいしょ。あ、いた。
やばい、パンツ回収したのに、よいしょ、一発食らっ、あ、待って待って、あぶね、あれ、まとわりつくんだ、知らなかった。よいしょ。で、今度は、こっち行けばいいのかな？走り抜けちゃって大丈夫？よし、行ってみよう。おっと、危ない。いったたたたた。おほら。よいしょ。オッケー。やったか。やばい。だいぶダメージ食らっちゃってる。よいしょ。あのパンツを回収して。よし。回復して。よし。どんどん近づいていくぞ。あ、あそこにもキャンディーある。よし、あのキャンディーも取り上げてあげましょう。まあね、甘いものの食べ過ぎは良くないですか？これ見つかっちゃうんじゃないの？危ない。よし。やったー。倒したかな？うわー、悲しい。うわー。俺のキャンディー。博物館を壊しちゃう。みんな瓦礫の下敷きになる前に連れ出そう。でもケイリーは大きいままだ。大丈夫だよ。家に連れて帰ればきっと元に戻るよ。本当だね、パトリック。オイラが間違えたりするもんか。間違いだらけだぞ。大丈夫か。おい、連れて帰っちゃったぞ。本当に大丈夫？オイラが間違ったかな。大きいままだぞ。おお、これ大丈夫なのか。一応ゼリーはなくなってってるけど、何これ、新しい道が通れるようになったの。お、なんか記者さんもいるし、これはこれパトリックのお家だ。え、大きいままだけど大丈夫。パトリックの家に行くってことなんで、でもちょっとね、ゲイリーの様子だけちょっと伺ってみましょう。ゲイリーだ、おー、危ねえ。ゲイリー、めちゃくちゃご乱心だ。おい、ちょっと黙ってろ、ゲイリー。よいしょ。あ、これ、いたたたたたたた。やばい、死ぬ。死んじゃう、死んじゃう。逃げろー。すごいダメージ食らっちゃった。それでは、時々誰かに操られてるような気がする。うわ、ラッキー。ラッキー。まあね、確実に操られてると思いますけどね。あのカサンドラにね。ね、元から普通じゃないですからね。で、パトリックの家はこのスポンジボブの家と、イカルドのね、このモアイ像のお家のさらにね、隣にあるんですよね。まだ二つ目にの粘液でベタベタだ。綺麗にしないと中に入れないよ。ベタベタだ、中に入れないよ。ということで、うわー、汚い。カタツムリまでくっついてるよ。大変な状況なのはわかるけど。またお前か。大声を出さないでくれない。集中したいの。ヒステリックかな。お、綺麗になってる。誰が綺麗にしてくれたの？本当にラッキーだわ。ところで、いい知らせよ。いかにもって感じのご近所を見つけたわ。もっとゼリーを持ってきてくれたら、新しいコズミックコスチュームで助けに行けるわよ。いかにもっていうことは、イカルドのお家ってこと？それかイカルド本人を助けに行けるのかな？お、今度は原始人か。ということは、自分の岩の中で昼寝していようかな。パトリック、そんなの許されないよ。残念だけどパトリック、風船と岩は相性が悪すぎるよ。それにイカルドを助けに行かないと。ね、普段はパトリックはね、人手なので、あの岩にへばりついて寝てるんですけれども、岩の裏にねへばりついて寝てるんですけど、さすがに風船ってね、そんなことしたら破裂しちゃいますからね。で、やっぱり次はイカルドを助けに行くのかな。分かったよ。でもイカルドには昼寝1回分の貸しだ。
安い貸しだな。わー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 、石器時代から来たみたいな気分だ。うん、岩の下で暮らしているなんてな。この岩、特に何もイベントは起きないのか。ということで、今回はね、少し早いんですけれども、パトリックが手振ってたぞ。少し早いんですけれども、まあ、キリがいいのね、いいのでね、ここまでにしたいと思います。またね、次回の動画でお会いしましょう。さようなら。はい、あのね、ちょっとね、動画が短かったので、このビキニタウンの中を探索していたんですけれども、なんかね、どんどんマップワールドかクリアしていくたびにビキニタウンもどんどんね、ギミックが増えていってるような感じなんですよね。だからこっちの中も探索できるところがね、どんどん増えていって、非常に面白いんですよね。よいしょ。で、基本的に、よいしょ。おっと、なんか敵が暴れついてたぞ。で、基本的にね、よいしょ。秘密のレシピみたいなメモを集めるようなイベントがメインだと思うんですけど、あ、やっぱりね。よし、これでメモが出てきたぞ。よいしょ。メモ、これでね、5個目ですね。いかにも書きそうだ。あれ、パトリック、なるほどね。秘密のレシピかと思ったら、パトリックのメモなのか。よいしょ。あ、そういえば、一番ね、最初に、パトリックが、なんかメモがどっか行っちゃったよ、みたいなことをね、言ってた。木に刺さってる。木に刺さりながら踊ってるぞ。よいしょ。これ、あ、落ちちゃった。よいしょ。あとは何かあるかな。あ、何これ、グローブタウンかな。よいしょ、グローブがたくさんあるところですね。なんかそのスポンジボムのアニメでも、グローブタウンに行くっていうエピソードがありましたけどね。ポップコーンの匂いを食べてたんだ。ポップコーン、まあ、確かにね、これ、ポップコーンみたいな、ポップコーンみたいな格好してますね、このグローブね。よいしょ。あとは、さっき、こっちの方が通れるようになったんじゃ、あ、一周できるようになっただけかな？よいしょ。よいしょ、よいしょ。ほらほら。あれ？よいしょ。当たんない。邪魔だ。ビキニタウンは変な方がいいわよね。変な方がいいわよね。で、このゲイリーの上のこの裏に何かあるのかな。さっきね、めちゃくちゃゲイリーに攻撃食らっちゃって全く取れなかったんですけど、ゲイリーを無視していけばいけるか。よいしょ。上からビキニタウンを眺めてみたいと思ってたんだ。地上と同じように上空も乾燥してるのかな。多分中深海水槽だけだと思うよ。ああ、漂栄生物にいたずらするのはずいぶん前にやめたんだ。なんかすごい難しそうな話をしてるけど、僕を見て。やっぱりビキニタウンから水がなくなっちゃったってことなのか。でも普段ね、水がなくなるとこのスポンジボブとかパトリックとかね、干からびて全然ね、動けなくなっちゃうとか死んじゃうようなエピソードがあるんですけど、
そうはなっていないのか。こっち行ける？あ、ここ行けるんだ。へえ。で、来たはいいけど、ここなんかあんのかな。よいしょ。あそこにね、意味深にゼリーがあるんですけど、普通にね、この水の中を折ったらダメだと思うんですよね。よいしょ。あ、折っちゃった。よいしょ。まあ、今回はこのぐらいかな。あ、これ大丈夫？この中は通れる？通れないか。はい。ということで、ちょっとだけね、ビキニタウンの中を探索してみましたが、よいしょ。ここまでにしたいと思います。それでは皆さん、今度こそお疲れ様でした。さようなら。